皆さん、こんにちは。ネットウェスアナリスト、横田修林です。えー、今日はですね、人工知能と宇多田ヒカルということについて考えてみたいと思います。宇多田ヒカルが登場したのはですね、小室哲也が全盛時代だった時ですね、えー、バブル絶頂の時ですけど、えー、小室哲也の曲がで出す曲、出す曲、えー、ミリオンセラーになってランキングの1位を取っていた時に、突然現れたのが、 宇多田ヒカルの「オートマチック」という曲でした、えー。この曲に衝撃を受けた方も多くて、その後ですね。 宇多田光は爆発的なヒットを繰り返すわけなんですが、この宇多田光の登場によって、小室哲也はですね、自分の時代は終わったんだということで、その才能を認めたということがですね、有名な話として上がってきていますけど、では、この宇多田光のようなオートマチックのようなですね、曲が出てきた時に、人工知能はこの凄さがわかるのかということですね。彼女は、 えー、日本ではなくて、えー、アメリカ育ちで、そして日本の音楽をほとんど聞いたことがないそうですね。そしてアメリカ、そしてあの、えー、お母さんがですね、藤恵子さんということで、で、えー、お父さんも音楽プロデューサーですので、その過程で育った人が、日本の音楽に関しての先入観とか、えー、固定概念とか全くなくて、えーあの、自分の思った音楽を作って、そして、えー、お母さんからの もしかしたら遺、えー、伝もあったかもしれませんがその上手に歌えるでね歌唱力の遺、えー、伝もあったりしてそしてデビューするわけなんですけど で、この日本には全くない概念の、えー、新しい、えー、まあ、本当に宇多田光る武士というかですね、新しいも出て,出てきたわけなんですけど、これはね、理解できないわけですよ。つまり、えー、ディープラーニングとか、いろいろの過去のデータをもとに、えー、新しい音楽を作るとか、えー、分析するっていうことは得意なんですけど、全く今までない新しい価値観のものが出たときに、それをすごいと言えるかっていうとですね、これがわからないんですね。でも 人間はその音楽を聴いた時に、えー、感覚としていいっていことが分かるわけですそれは説明はできないかもしれないんだけどこの曲すごくいい斬新だまあ斬新だとか、えー、っていうの言葉はすごいあのその通りだと思うんですけど今までない画期的な音楽だっていうふうに思うわけですね、えー、このようなことが人工知能が理解できないんであれば 人工知能はこのような音楽を作ることができないわけですね。ここには人間らしさの、えー、極みがあるんじゃないかなと思います。はい、今日は人工知能と宇多田ヒカルについて考えてみました。ネットビスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。